高松琴平電気鉄道6000系電車は、高松琴平電気鉄道に在籍した、通勤系電車の制御車。2両が存在した。610、620は、元は、日本国有鉄道の木造電車である。610枠派6系であるが、前身は、中央本線、山手線用に製造された三等制御電動車で、破23,500型で、 1921年、日本車両製造東京支店製である。620はもは1系である。宇部線で、廃車後、1953年に、高松琴平電気鉄道に移り6000型となり、琴平線で運用される。610は1960年に交代化、改造された。交代化は、木造車の寸法通りに行われたこともあり。 原型に近い状態を止めていた。天井が低いため扇風機は最後まで取り付けられなかった。620は後退化されることなく、1965年に廃車となった。610は1973年に長尾線、四戸線に転属。晩年は朝ラッシュ時のみの運用だった。1983年に廃車となった。高松琴平電鉄6000系。 電車610撮影。普通生産駅付近1976年に長尾線が600ボルトから1500ボルトに昇圧する。以前は、副電圧車の750型に敬遠されて入線していたという。ありがとうございます。